ブランドコンセプトは、日常と非日常、また時代という言葉の3つを、コンセプトとしてずっとやってます。日常で見落とされてしまっていることや、なかなか気づいていないことというのを、すくい上げて、でその面白さを洋服に落とし込むということですね。ブランドを始めた頃からそのパリへの、すごく遠い憧れというものはあったんですけれども、具体的にすごく強く意識し始めたのは、ここ3シーズンぐらいですね。まずその東京で、10年間自分たちらしい発表を続けるっていうのを一つの、目標にしていたので、ブランドが10年の、区切りに至って、そこからまた3シーズン経ってしまいましたけれども、次の舞台に一歩進んでいかなくてはという思いが、その区切りからどんどん強くなっていったという、はい、まずもちろん一つ目標としてやっていたことだったので、一つの目標ではあったんですけれども、もちろんそれが、ゴールではなくて、ここから自分たちがどう始まって、どうこの先のビジョンを描いてというところは、すごく強く、思いとして持っているので、ここから始めていきたいと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、テクニックの開発から始めるちょっと博士みたいな方ですから、そういうアプローチの人ってやっぱ世界に少ないと思うので、それが森永さんの持ち味だと思うし、だからそれを打ち出してどんどん頑張ってほしいなと思いますね。楽しまれる、ショーを楽しまれると思いますね。だからパリコレ、みんな世界中のファッションのプロが集まって、もちろん真剣に仕事をする場なんですけども、あれかつてはアレクサンダー・マッキンだったり、マルタン・マルチェラの初めの頃だったり、やっぱりみんな驚かせてほしいと思っていて、森永さんが考えられているファッション感っていうのが、多分一般的な、ファッションっていう言葉と少しちょっと違うところにあると思っているんですけど、その森永さんのファッション感の上で大事なのは、
まあ、コンセプトだったり分かりやすいそのアイデアの部分、本当だったらここの部分ってそんなにこうアウトプットに直接結びつけないんですよね。結構こう隠そうとするというか、ちょっと難しい表現を使ってごまかすというか。だけど森永さんの場合はこの核となる部分がすごくストレートに伝わっていかないと表現にならないので、まずここの部分、核の部分、コンセプトの部分をちゃんとストレートに表現していくっていうことが一つと、あとは僕自身がそこにとらわれすぎてしまうと僕が入っていく意味がないので、僕は逆にそこを大事にしながらもそこに対して壊していくっていうか、もう意識しないようにしていくっていうか、両方をこう入って引いて入って引いてみたいな作業をずっとしてますね。ここ数シーズンはその森永が設定するテーマがもう他に誤解のしようがない、他に解釈のしようがない明確なコンセプトで出してくるんで、音楽を作る上でもあまりそのこっちでこういうふうに解釈して返すっていうよりも、もうそのまんまのテーマに向けてそれを音で表現するとどうするかっていう、やっぱりドキュメントなので、結構そのドキュメントの中でもすごいやっぱ半年に1回のその発表に向けてすごいこう緊張感がある中で撮っていくっていうことなので、割となんか存在感みたいなのはそんなにこう気にさせないようにして撮ったりはしますけど、でもすごい好きですね。そのなんかこう一個の方向に向かってみんなが集中してるっていうのはものすごく魅力的な現場だと思います。今回のテーマってもう普遍的なテーマだし、そのアートでも昔からよく素材にされてるモチーフだし、なんで僕もそういう作品を作ったこともあって、もうそれを見てもらったりとかもしたんですけど、なんかそこからちょっとアイディアを膨らませるとか、そういうこともしましたね。でただやっぱりその僕がいつもやっている展示とかライブパフォーマンスの場所と違うのは、その中心にあるのはやっぱり洋服なので、光と影のネタが面白かったとしても、それが洋服と例えば、ね、一切関係なかったりするとやる意味あるのかなっていうことになっていて、それはなくなっていく、すごく論理的に何でしょう、そのテーマがあってそこからこういう服を作るとかこういうショーをやるとかっていうのがすごく論理的に、説明ができることで、僕が普段考えるような手法に、近いところもあって、でそこが実はその服だと、森永君っていうのはすごく特殊なそのファッションデザイナーというかなのかなっていう気がしたんですよね。Thank you.
私にとってはすごく最初の方からずっと彼のショーだったり展示会を見させてもらっているので、一緒に成長してきた仲間のような印象です。で、私のその人生の大事な区切りの一つ一つに、結婚式であったりとかいろんな局面に彼と彼の洋服がそばにあったなと思います。自分のことのように緊張しますね。自分も緊張しないように、あとバックステージで彼が出してきたものを全て救い取れるような仕事を私もしたいなと思います。とりあえずお互いベストを尽くしたいなという感じですね。勝ってください、本番は。はい、まあ、勝ち負けじゃないって言われちゃうかもしれないですけど、まあ、勝ってください。当日になっちゃいましたよね。まだ時間が欲しい。率直な感想、問題はありますね。でも、まだ本番まで時間があるので、これは諦めないでやろうと。ピンチに強くありたいですけどまあでも、険しい道を登りたい影と光というのは切り離せない関係にあるので、光と影両方をテーマにした、洋服を作ってるんですけれども、まあすごくここにもその影があって、どこにでもそのあるものを、本当当たり前すぎることは当たり前のことなんですけど、ただその自分の目に見えているものがもし形になったりとか、それがその消えないで残ったりとか、何かそこで気づいてなかったことを自分自身が気づけた瞬間っていうのがあって、それを洋服ですごくやりたいというのが一つですね。今までは一つのテーマに対して一つのテクニックというのがずっとやってきたことなんですけれども、今までやってきた技術や、その手法というのをより更新させた先に今回のテーマがある、見せたいものは本当自分たちらしい洋服なんですけど、やっぱりそのショーなので、どこかで人の心をすごく揺さぶるようなことをしたいと思っていて、でまあ、それが具体的に何かっていうのは、やってみないとわからないんですけど、ただ洋服を見て何かその心が動くっていうことはすごく大事だと思っていて、でそれはその日本であれ、その世界であれ、やっぱりそれをやるためにずっとこういう洋服を作ってきているので、本当その勝ち負けじゃないんですけど、でもやっぱりどこかで何かが変わると信じていて、でそのためには今までのいろいろ囚われていることであったり、なかなか進まなかったことに対して一歩進めるために勝っていかなくてはいけないっていうのは思ってますね。